そのポケットで捨てる君少し赤かそれに思って思ったわざと隣をして幸せな時間を延長しよう愛し君と出会って君に恋して君と迎えたクリスマス一年に一度だけ見てるキャンドルが続く場所注がれるグラスの向こうに映った綺麗な姿幸せすぎるって思わず口に出して少し赤顔を染める君を見て思ったただ遠くの景色を見ないで夢の時間を延長しよう達也と言います。よろしくお願いします。ヒトラです。よろしくお願いします。アイラです。よろしくお願いします。宮田花美です。よろしくお願いします。体
和樹です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、僕たちは札幌の音楽制作事務所ノーストラックというね事務所から楽曲提供を受けて、活動させていただいてるんですけども、僕たちはね、男女混成グループエアソルと言います。それですね、今自己紹介した僕とうとうヒロとアイラと和樹が、固定メンバーなんですけども、この4人に、1人から2人をフューチャリングして活動していくっていうのがエアソルなんですけども、今回のフューチャリングメンバーがね、はい、港花美ちゃんということで、ね、どうですかね。すごく楽しいです。本当ですか、はい、という感じで、こういう風に、フューチャリングというね、フューチャリングによってライブによってね、メンバーが変わっていくという、グループになっておるんですけども、これからね、頑張っていきますので、どうかエアソル、今日はね、とりあえず、顔とね、名前だけはね、覚えてもらって書いてたので、嬉しいだと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今2曲聴いてもらったんですけど、1曲目はクリスマスラブストーリーという曲と、2曲目、ゲッチューという曲をやらせてもらったんですけど、次はまたですね、ちょっと1人だけフューチャリングの女の子を呼んで、そうですね、ね、新しくもう1曲やりましたので、ちょっと呼びたいと思います。じゃあちょっと呼びますか。来てください、来てください。はい、ということで、アスカちゃんが、アスカちゃんじゃないですね。はい、アスカちゃんがですね、フューチャリングで、1曲だけなんですけれども、ついてくれることになりましたので、ね、一言、お願いします。今ですか？今です。今は、みんなダンス経験がある中で、私なかったので、みんなについていくのに必死だったんですけども、頑張ったので見てください。ということでですね、本当にちょっと頑張ってくれたので、ゼロからだったんですけどね、早速次の曲に移りたいと思います。ということで、ちょっとね、アイラちゃんは次の曲お休みになるので、ちょっとだけということで、次の曲いきます。
はい、ということでね、アスカちゃんにね、イージーズダンスやっていただきましたけども、今日のステージどうでしたか？前出ますか？ね。やっぱいいですね。やっぱいいですね。楽しめましたか？楽しめましたね。またね、今後もね、一緒にフューチャリングしていくっていうね、可能性もありますので、ね、どうかね、こういうね、エアソルもね、応援していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ、アイラ。アイラちゃん呼びますか？ちょっと戻ってきてください、アイラちゃん。バトンタッチで、はい、ありがとうね、はい、ちょっと大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ね、ここでじゃあイベントの告知をしますか。そうですね。次は何でしょう。11月20日ですね。はい、金曜日ですね。金曜日パトス、琴音駅直結パトスで、はい、何ですかね、あれはミュージックブックなんですかね。アイドルイベント的な。そうです、アイドルのイベントがございまして、はい、そこで僕たちエアソル、この形で、この5人でですね、1曲だけ出させてもらいますので、あと他のアイドルも、はい、いないですね、4人です。あ、5人と、さっきのアスカ、アスカちゃんとこの4人で出させてもらいますので、はい、あ、私お休みになります。さっきのパターンですね。受験勉強だ。そうです。はい、15歳になります。そう。最年少ですよね。最年少ですね。15歳です。中学3年生です。ありがとうございます。ここで拍手が。嬉しい。ね、じゃあ11月20日、僕たち出ますので、他のにもね、ネノストラックのアーティストもね、出ますので、ぜひね、お越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと、はい、そうですね、これからの活動について、はい、そうですね、これからの活動はあれです。まずはオリジナル曲をね、今作成中です。ということでね、そうですね、そうなんですね、作成中なんです。まだね、あれなんですけど、わかんないんですけど、どんな感じなのかはね、自分たちはまだ聞いてないですもんね。ね、がまだこれから出すんですけど、いつ頃リリースになるかちょっとわかんないんですけど、ぜひね、出たら買ってくださいというのと、もう一つ、もう一つとポスターをね、今ね、こちらも作成中なので、作成中なので、はい、これから作りますよ ね、 これからね。今企画してるから作成中なんです。ということで、多分どっかに貼られることになりますので、まとめて作成中なんでね、はい、まとめて作成中なんで、ぜひぜひこちらもね、できたらチェックしてください。あと何かありますか？ツイッター、あ、ツイッター、エアソルのオフィシャルのツイッター、ブログがございますので、はい、今日パンフレットありましたっけ？お、パンフレット、あちらの物販の方にあります。ありますので、ぜひちょっともらってフォローとか、あとブログもね、ブログも個人的にもみんなツイッターやってますよね。そうです。なので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、はい、あとは、あとはちょっとコナミにね、はい、久しぶりのステージに立ってて、男女混合のグループとかも初めてだったんで、すごい緊張してたんですけど、みんな優しくて、練習もライブも楽しくできてよかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということで、もう次の曲で最後の曲になりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次の曲はね、ちょっと定番なんですけど、あと今までずっとやってた曲なんですけど、ミュージックという曲をやります。最後、あと何回か、もしこの形でお会いできる機会は、あると思いますので、ぜひまた。これからもいろんなフューチャリングの女の子を入れて、新しい、どんどん進化していきますので、これからもエアソル応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では最後の曲いきますか。はい、行きましょう。めっちゃ響いた。では最後聴いてください、ミュージック。皆さん最後なので盛り上がっていってください。ミュージック鳴らせクラップヨーハンス、敵は物は
に買うたいの自由自在に名言も可能この文句を禁止な状態も日本語のマネーション常識破りのジェネレーションセリフに気ままに感動障害気分つけるリセッションなだめの始まりはどうやって恐れるのとではなだめの結論は目いっぱいなんと出会んな Blackhound